さあ本日も始まりましたパワードバイ TV、 元気ジャパンの代表である我々が日本を代表にする情報をお届けするエイヤンエイヤンプログラムでございます。おエイヤンエイヤンエイヤン。そして元気ジャパンのサポーター、エンタメガールズグループのティーモです。せーの、ティーモでーす。あれなんか皆さんにご紹介します。ティーモに新メンバーが加わりました。ひなです。はじめまして、ティーモの新メンバーひなです。よろしくお願いします。あ、お願いします。お願いします。あ、増えたんや。増えたんだ。新メンバーのひなちゃん、特技のブレイクダンスを見せてくれるみたいです。お願いします。まずすごいって言ってあげて。さあ、こんな新生ティーモとお送りする今回の元気ジャパン、ビシッと仕切ってくれるゲスト MC を紹介します。こちらのお二人です。どうも、松竹芸能の南川と。どうも、 AKB48 チーム K 所属、北大路欣也です。ちょっとちょっと、おっそー、おかしいおかしい、おかしい、わかった、わかってないだろ。わかってる、わかった、わかってないだろ。わかってる、正直金曜、わかってない、わかってた、わかった、挟むな俺を、わかってる、俺は挟むな。あれ、あれ、カツオくん、ひどいや姉さん、ひどいや。中島くんは、おいそも野球やろうぜ。ひどいや姉さん、すごい。ひどいや姉さん。え、前田敦子さんは、何でもない、いろいろも演技見物なのでっけー。めっちゃ喜んでる。前田敦子で来たら何でもこっちにやるんだよ。ここで境界線作るんだよ。大島優子、大島優子は誰だっけ。旅色パーソン。大島優子よう知ってますね。大島優子のレパートリーよう知ってますね。大好きじゃないですか。確かにちょっと悔しいけど似てる。似てる。だから北王子綺麗にやんなよ。おっそここからはゲスト MC のお二人に進行お願いします。さあ、ということでございます。今回スペシャルゲスト、はい、どうぞ。この方でございます。よろしくお願いします。お願いします。いいやいいや、はい、西野美希ちゃんでございます。結婚 ね、あのほやほやじゃないですか。そうなんですね。そうですね、もう1年は過ぎましたけど。あ、はい、1年経ちました。1年、もうちょっとで半、1年半ぐらいですね、はい。でどうですか、その逆に最近こう元気なくなったエピソードとかあるんでしょうか。そうですね、最近結構落ち込んだのは、5年ぶりぐらいにファンイベントをやったんですよ。その 10名抽選で10名限定でやっ、ファンイベント、ファンイベントやったんですけど、はい、応募が12名で、あ、ギリやったんですね。あ、だからちょっと2人オーバーだったんで、はいはい、12人でやりましたもん。いや、そんな減ります。ね、2人の人はね、はい、助かりましたね。助かりました。抽選が落ちなくてね、誰も落ちてないんでやりましたね。やりました。それちょっと少ないなという。本当は何人ぐらい欲しかったんですか。まあ、100ぐらいは、うん、来てもいい、欲しかったね、来て欲しかったんですけど、うん、それはそうですよね。10人でも12人ってね、ひどいっすよね。ひどいよねさ。だからありえないよ。お前もさ、 AKB だ、元おかしいだろ。振られずに来いよ。なん、そんな丁寧な振りありますか。ひどいよね。お笑い1年目じゃないんですから。今回も皆さんに日本を元気にする情報を持ち寄ってもらいました。まずは MC、 MC なんですね。 MC の金太郎から。おっそー。ちゃんとやってくれ、もう私時間もあれやから。はい、元気ジャパンは、うん、にらめっこです。にらめっこ、にらめっこ、にらめっこ、今令和のテレビでにらめっこですか。日本の古き良き、古き良き、古き良き、負けない、もちろんです。もうにらめっこに関しては負けないです。ルール的にはもうかなりシンプルでいいですか。あのオーソロックスタイルでいいですか。あれです、はい、あれ笑ったら負け。そうです、シンプルスタイル。それではゲストの西野さんと対決してもらいましょう。あのカツオ君でだるまさん、だるまさん、はい、言って。わかりました。次カツオさん、じゃあお願いいたします。どうぞ。だるまさん、だるまさん。
んにらめっこしようぜ笑うとダメだよアップ見ろよ見ろって見ろよちゃんとそう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 すごいな両者すごいな水野さんもすごいよ水野さんもすごい水野さんもすごい水野さんもお尻にもプリッとなってすごいなすごい体勢で体勢がすごいもっとは AKB 同士とは思えないお前であそこに行くのかお前であそこに行くのかあーもうそういうことだおーすごいね、頑張ってるね。ちょっと声全然似てないですけど。いやすごい西野さんもやばかったけどな。西野さんいやでもやっぱ強いですね。最後に見えた顔が優子さんにちょっと似てて。ね、うっすらと似てるよね。ちょっと似てて笑っちゃう。健太郎さんもうこれでもう満足でしょう。いやもう最後に。え何？ラスボスの。ラスボスの。師匠。俺。ザコシ師匠とやりたいです。俺とやるの？師匠。師匠とお前やってお前どうせ大丈夫かお前それ。師匠とやりたい。にらめっこが日本で一番強いであろう二人の最強決定戦です誰でだるまさんに言ってもらおうかなじゃあアンミカで言ってもらおうかわかりましたお前できるのかアンミカで今日初今日初アンミカでじゃあ行くで準備はいいか効果かけてこ効果かけてこだるまさんだるまさん笑うとあかんであかんねにらめっこをしましょうアップスタートの人やねそこから変化すごい変化してるあらあアップもですよあすごいあすごい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 それ出た入った入ったいや無理やろ無理やろ金太郎それ無理やろ金太郎お前それ無理やろ金太郎よくないぞお前それ女性のそれあんまよくない女性のそれね、ついにお前これ16時から耐えれるかお前これどうなってんねんこれ新しい新境地出すなお前やだなお前続いての元気ジャパンはこちらこの人は何者でしょうかクイズ元気人さあ早速お呼びいたしましょうこの方ブーチンさんですお入りくださいどうぞどうもブーチンですどうもかっこいいですよブーチンさんということでねちょっとねこんな言うとあれですけど、はい、怖そうなね怖そう怖そう、ねうん、ブーチンさんの仕事に関係ある写真をまずご覧いただきましょう、はいはいはい、これですだからあ、米尾君だそうです、これプライベートですね米尾君の店にお邪魔しました割烹料理屋やそうです割烹米尾に、はい、やられてるということで あ、いいよみまちゃん手下に喧嘩をやらせる番長あ、そんな仕事ないと思いますある職業ってはいはい、西野さんカンナムスタイルを考えた人違います違います違います、サイさんですよねサイさんね、それね、はい、さあ、じゃあ2枚目いきますかこれ職業服というかもうそうですそうこちらです、はい、なんか違うなんか全然人が違うなんか全然違うねえはいあ、うわちゃんセメント塗りセメント塗りね。あ、魚屋さんね。うん、魚屋さんね。そう、壁。違います。違う。はい、でもまあこの作業着やから ね。服がね。もちろん作業服は関係あるんですよね。作業服はもう毎日作業服で。何の作業服？あ、はいどうぞ。ワークマンの店員さん。ワークマン。いや違います、ね。ワークマンの服ではあるんですけど。ああ違いますね。違う。いいところ。ゴムんなでワーツマン。ワーツマン。すべてがワーツマン。わかんない。さあ正解を発表してもらいましょう。ブーチンさんあなた、はい、何者でしょうか。はい、私は、リフォームの訪問販売をしております。わあ、はい。リフォームの訪問販売ね。はい。訪問販売ってことは飛び込みってことですか。飛び込みです。で今なんかその飛び込みの訪問販売のイメージがかなりニュースとかでもやってるぐらい悪くて、うん、そうですよね。なんかよく聞きますよね。なんかちょっとぼったくられたとかね。そうなんですよ。本当に僕たちクリーンで訪問販売やらせて、本当に
ちゃんとしたしっかりした単価で工事の方をやらせていただいてるんで、はい、まあ、そのちょっとイメージを復旧したいっていう気持ちで、はい、今あのインフルエンサーとしても活動をさせていただいてます。はい、インフルエンサー何やられてるんですか。まあ主に YouTube も TikTok も、はい、やってますね。TikTok ではどういう動画が主に上げられてますか。まあ、その、まあ、1回ブレイキングラウンド出たとかっていうことで、はい、あ、出られたんですか。1回出ました。はい、すごい。第何回。第10回ですね。あ、僕もまあ第1回のブレイキングラウンド出てますので。あ、見ました、はいはい、そうです。僕は柴田と戦って失神させられたんでそういう意味ではまあ同期ですよね。はい、同期です。同期で同門ですよね。はい、ブレイキングラウン、じゃあ試合決定で、最後にブーチンさんからメッセージです。はい、これからも、まあ、訪問販売の方、しっかり、他と差別化しながら、クリーンに、これからもやっていきたいと思いますので、安心してください。よろしくお願いします。はい、ということでございまして、今月の元気人はブーチンさんでした。ありがとうございました。皆さんのお悩みをエイアン魂で一発解決。ザコシの元気が出るエイアン相談室。あまりにいい話が飛び出すのでまとめて書籍化したら売れんじゃないかとスタッフがざわついているそうです。おう、このコーナー。いや、じゃあ出したらええやん勝手に出していいんですか。シュシュッと出したらええやん。それはね、もう感動の回になるんですよ、いつも。さあ、今回はミキちゃんからお悩み相談があるそうです。はい、はい、いいですか。あのいい、ガチなお悩みでもいいですか。ガチでいいよ。あの、私結構人見知りに見られないんですけど、結構な人見知りに年々なっちゃってて、はい、そのスタジオとか番組の時に、うん、そのたまりの場所とかロケの合間とか本当に喋れなくて、はい、でも喋りたいんです、気持ちは、うん、どうしたらいいですか。なんか感じ悪い人に見えてるのかなとか思っちゃってるんですけど。お、一緒やで。うん、でも確かに俺もなんかたまりの時とか、はい、もう本当に何だったらそこに一番遅く行くタイプやね俺。でも今日ご挨拶行った時に、結構落ち着かれてる方なんだなってああ、そりゃそうですよね。 そんなもんさあのテレビやってない時さ、こんなんなってたら病気やで。いや、そこまでじゃないですけど、でもやっぱちょっと仲良くなった方が、うん、やっぱ収録とかエピソード増えたりするじゃないですか。うんうん、なんか仲良くなりたいんですけど、本当に番組で仲良くなった人ほとんどいなくて。いやいや、それあれ、そんないないと思いますよ。どう喋りかけたらいいか分かんないとか。例えば、はい、本当にガチのこと言うと、なんか例えば収録中に、あ、めちゃくちゃこの人気が合いそうと思ったら行くっていうかね。何を一言目喋った、気が合いそうですねって言ったら気持ち悪いですよね。気が合いそうですねって、なんかこの間の収録で一緒だったですよね、とっからいいじゃないですか。あ、確かに一回なんか気が合うなと思ったら、その次にあの一緒になった時に、あ、この間一緒だって、すみません、ありがとうございましたみたいなことから始めたらいいと思いますよ、本当に。そこから連絡先交換ってどう思っていけばいいんですか。あの、その時にあの仲良くなるじゃないですか、はいはい、2回目で、はい、でなった時に、で終わりぐらいでまた挨拶しに出かけに、はいはい、でそこで何だったら今度飲みに行きませんみたいなことを言ったらどうですか。 あんまり1回目の時にガッて行くと、あ、こいつあのどうせあの行かねえだろとかと思われそうですから。そうですよね。とかなんか YouTube でコラボして再生回数稼ぎたいのかなとか思われても嫌だなって。もうズボシじゃないですかそれ。めっちゃ考えちゃうんですよ。でも、まあ、その通りでいいと思うよ、本当に。本当ですか。うん、なんか自分からガツガツ行かなくていい。自分からガツガツ行くのはあんまりやめた方がいいですね。やっぱ嫌ですか、そういう人嫌いですか。ちょっとね、うん、ちょっと嫌いだよ。ちょっと嫌いとかなんてどう接していいか分かんないんですよ。まあ確かにね。芸人さんとか、はい、あの本当に何だったら挨拶してこなくてもいいよっていう人いるんですよね、楽屋とかに。はい、そうなんだ。みんなご丁寧にしてくるんですけども、はいはい、別に全然なくてもいいし、うん、でそれが1回目に俺仲良くなって挨拶して、はい、2回目に無視されたっていうのは江原正弘ですけどね。いいです、言わなくていいです。別名はたまたまでしょ。たまたま、いやでもそれちょっとはね、ちょっとすれ違いだったんで。すれ違いがあった、はい、だからもう徐々に時間をかけて、はい、いいと思いますよ。わかりました。うん、はい、ありがとうございます。うん、あ、すごい。いやー、出た、出た、いやー。
いて南川さん。はい、はい、いやないやろ。いやあります。でいろいろお仕事増えるんですけども、うん、増えていてありがたいことなんですけど今めっちゃ増えてるやん。嬉しいんですけども、うん、この4月でですね、エロ番組のレギュラーが4つ。すごい、そんなあんの。僕4つなんですよ。もともと2つあるんですけどこの4月から2つ増えました。増えるんや、エロ番組。エロ番組、どんな番組。セクシー女優の方と、まあ、僕が本当、まあ、簡単に言うとさんまさんになってさんま御殿するっていう感じです。ブンブン回すの。ブンブン回してます。あれどこ、はい、なあそれって言ったよ。なあさん、もう待て、もうええわって。ああ、そんな、そういうこと。そんな声かれてないですよ、さんまさん。あ、これ保育園だか。これ保育園。ああ、いや、それでね、まあ、ちょっとエッチな気持ちとかなっちゃうからね、やっぱりそう、やっぱり気持ちに。確かにな。はい、それをどう抑えたらいいかなとかもあるわけですよ、やっぱり悩みというか。ああ、もうはいっていうんですよ、だからね、本当に。はい。いやいや、あんま見ないですよ、令和で。あの、令和でもうほんとに待ってやつ、それ痛いやつ、痛い。いやでもやっぱりエッチな番組ですからちょっと攻めないといけない時あるわけじゃないですか、やっぱね、ちょっと質問とか、うん、ね、エッチな答えとか入ってくる時とかもうめっちゃ興奮しますからね。そんなもう痛いってなったらおもろいけどな。おもろいけどな。そうですね、見てみたい。あ、確かにそれはそれでちょっと面白さが増えるんで。おお、だってね、万が一ってあるから。そうなんですよ、うん、万が一があるんですよ、この時代。どうするどうする、本当にお前は本当ダメだって言ってても、はい、あの南川さんって来たら絶対な。いや、それはもう心に揺らぎますよ。今は当然ダメですしやらないですけども、うん、だからそこのためにもやっぱりいります。どうする、個室カメラついてへん。めっちゃごいスッて入ってきた。ミニスカです、ミニスカです。ミニスカ、うん、で、ほんと、ちっちゃいブラジャー。ちっちゃいブラジャーもうそいつは怪しすぎます。そいつは逆にもう文春の匂いがプンプンする。ハニトラか。ハニトラ、ここにカメラが見えるっていうか。そう、だから引っかからないで、引っかからないように、うん、ちょっと気をつけて頑張ります、うん、それは手です。ありがとうございます。引っかからないでください。いや、何すかそれ、何ですかそれ、何ですかそのコール&レスポンス。さあ、続いて金太郎さんもお悩みがあるそうで、はい、来年こそは R1 でファイナル行きたいんですが、どうしたらいいですか。頭取り、あ、いや、そうです。半沢どうしたらいいんだ。 R1 グランプリで そっちなんですよね。決勝に行きたいですか。行きたかった、行きたいんだ半沢。行きたいんなら行きたい返す。返す。倍行きたいだ。プリ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 短ければ短いほど得意なんですけど、あ、そうだね、長ければ長いほどボロが出てくる、うん、グランプリじゃない時に、はい、こうこうこうした方がいいよみたいなこと言うたんですよ、はいはい、あ、なるほど、ほうほうほう。で、あの金太郎、はい、あのなんかね、一個の一つのコントの中に、はい、いろんなそのモノマネをこう、例えば、薬を飲んだら誰かになると、はいはいはい、はい、新薬を、あのなんか実験中みたいな、実験中みたいな、はい、でそういうのやってて回りくどいと、はい、じゃあ別に普通のモノマネをこう段積みでやった方がいいんちゃうの、はいはいはい、って言うて、ちょっと今年な、はい、例年予選落ちだったのに今年すごいバカウケして、師匠のアドバイス通りもうシンプルにやったら準決勝まで行って、うんすごいよね、決勝が見えたんですよね、うん、だからすごい感謝して、ちょっと最後自分がヘマを起こしたなっていうところで、どっかの知らない作家に言われたんだって。あ、ね、急に出現したんですよ、はいはい、準決前直前ぐらい、前日ぐらいにな、会ったことない人が、会ったことない人、これが左右されるからな、そうそうそう、いろんな意見があってな、自分の中で、ね、あの納得いかないようなアドバイスをもらって、それを一応言われたからってやらないといけないと思ってやったら、ちょっと自分の中でそれ別にそこまでそこが原因じゃないかもしれんけど、なんかあ、ちょっと違和感があったんだろうね、自分の中でね、慣れてないフリップになっちゃったから直前すぎて、そうそうそう、だから自分の中で納得いくようなことをずっと突き通した方がいいと思いますよ。自分が納得いくものだけ取り入れて、納得いくものだけ取り入れればいいのだ。分かった。何やねん、分かったじゃないんだよ。もう
ちゃんと真剣な話あったやろ。そいつひどいな、その作家な。ひどいやねえさん。ひどいや作家さん。ちょっとまああったぞ。ひどいや。あ、今年の見てたけど、やっぱり一人コントの人が評価高いなっていう。どっちやがりなの。最初北法師で。ブレブレやねお前。ブレブレですか。うん、一人コントの あれかあのルシファーな。ルシファーとか吉村。ルシファーは長年一人コントでやってんねん。あ、お前はずっと長年一人コントでやってないやろ。やってない。お前がやってるものはモノマネだろ。モノマネでさ、モノマネで突き詰めてやるしかないのよ結局ね。え渚ちゃん、はい、ほんまに大喜利もやりたいと思います。大喜利もガイガイス。バカにしてるやろ。バカにしてるやろ。なあ、ここで番組を見てくださった視聴者の皆さんにプレゼントのお知らせでございます。はい、元気ジャパンのメンバーが頑張った分だけプレゼントの数をゲットできるシステムでございます。うん、誰やねもう。ないるぞ。なんかイエイワンワン。イエイ。あー、コロッケだよ。あー、自分で言った。自分で言った。あー、顔まんまやな。すごいやん。誰かの真似をしてるコロッケさんなんで、あの岩崎宏美さん。あ、岩崎宏美さんもやるけど、ね、シンデレラハネムーン。シンデレラハネムーンの時の元気でもね。声は似てねえんだな。声はね難しいよ。それでは参りましょう。今回のプレゼントはこちら。健康と美容をサポートするサプリメントエネジオさんのヌクレオチドでございます。おお、なんだ。人類史上ノーベル賞を2回受賞したことがあるのは5人だけ、うん、そのうちの1人ライナス・ボーリング博士と日本人で唯一共同研究をしていた森重医学博士が開発したサプリでございます。すごい。できる。アンミカさんどうですか。アンミカさん、いやほんまにね200食いくよこれ、うん、ほんま200食いっちゃうよ。さあこちらのアイテムいくつプレゼントするかは元気ストラックアウトで決定します。はい、3球投げて当たった点数の合計で当選者決定いたします。5点から7点で3名様、8点から14点で5名様、15点以上で7名様にプレゼントします。挑戦するのはスペシャルサポーターの西野さん。じゃあお願いいたします。おいった。2投目お願いします。おお、12。だからあと3点以上でいいんですよ。なるほど。だから4、5、6、7、8、9で下目ね。下目、はいはい、どうぞ。おー、やったー、すごい。おー、10点、20点ということで、なんと7名の方にこちらプレゼントいたします。やったー、よかったー。最大人数。ご飯、それは元気の源。日本を元気にしようと経済活動の最前線で頑張っている社長たちはどんな元気な源を食しているのでしょうか。社長ご飯、本日は2本立てです。投資っていうものも視野に入れてやっていくってことが大事です。前回貯金の先生として出演してくれた岡崎京香さん、投票につきこちらのコーナーにも登場です。ご馳走してくれる舞台は王道江戸前寿司にモダンな要素も取り入れている寿司大さん。でどうなんですか、数ある寿司屋の中で、はい、なぜここを選ばれたというか。最初の結構3年間って鳴かず飛ばずで結構苦しんでた実態がありまして、はいはいはい、でその中で、まあ、あのとある師匠に出会ってちょっときっかけがあって変わっていったんですけども、はい、その時のなんですか、ご馳走した初めてのお店っていうところですごく感謝の意味を込めて。そうなんですよ、その思い出の、はい、今最近で言うとね、はい、まあ、投資とかに僕もそうですけどちょっとずつ目を向ける人増えてきてるとは思うんですけど、はい、どうですか今の状況っていうのは、ね。まあ、あの今でこそ結構新ニーサっていう言葉を結構耳にするようになったからこそ、はい、まあ、興味を持ち始めてる人はすごく多いなっていうのはありますね。なんかでもね聞いたらね、20年ぐらいやらんと損するんでしょ。15年あれば過去マイナスになったことがないっていうものも全然あるんですけど。じゃあ49歳だったらまだまだ大丈夫、年齢的に。あ、そうですね、結構その老後を迎えるまでがその投資ができる期間って思ってる方結構多いんですけど、うん、老後を迎えた後も運用しながらこう取り崩しをしていくっていう仕組みをさえ作れば、うん、まあ、平均寿命って81歳87歳って言われてるので、まあまあ、全然遅くないですよって話は伝えてます。一気にね
儲けたりみたいな人いるじゃないですか、はい、あそうですね、その成長投資額の方にドンとこう、はい、何やろ株を買ってはいはい、やっぱりプロでも結構難しい世界で、なので手始めにそこからやってくださいねとは絶対言えない、直試してもらって将来的にこうなんていうんですかね、余剰資金が出るだろうっていうところを、まあ、ちょっとチャレンジしてみるぐらいだったらいいんですけど、それにちょっと全ベッドみたいなのは、あの言っちゃえばあの本田圭佑選手11人揃えたサッカーチームみたいな。なるほどな、それはなかなか全員ゴール前に集まる。そう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 、誰も守らない。あ、そう、誰も。いや、そんなことはないよ、怒られるわ、言い出すもするわ。するとなんか美味しそうなの来たよ。これ社長がいつも食べられてる。はい、そうです。ここで食べたサワラが美味しい、うん、でも食べた瞬間岡崎さんおすすめのサワラをいただいてみましょう。うん、うん、あ、むちゃむちゃうまいな。ちょっと酸味のある玉ねぎが余計に甘みを引き立てるというか、はい、いや、美味しい。全く臭みない。そうですよ。投資を始めたい人に岡崎さんからアドバイス。例えばの話でお伝えするんですけど、はい、もう実はトータルで100万200万しかないとかっていう方がやっぱりその日清にさんの枠全部突っ込むっていうのはすごく危ないので、うん、最低でもその生活費、うん、ご自身が使う毎月の生活費の半年分くらいは最低でも銀行に置いててください、はい、それ以外の上振れ分でやっていくっていうふうに考えてくださいね、うん、もしくはあの毎月入ってくるお給料、まあ、波もある方もいると思うんですけど、だいたい手取りのその2割ぐらいがその貯金と投資にちょっとこう半々で分けてやってみてっていうことができたりするとすごくいいですねっていうことはお伝えしているんですよ。なるほどなるほど、はい、まあ、お寿司までご馳走いただいてで、まあ、アドバイスももらったということで、すいません、ありがとうございます。いえ、こちらこそありがとうございました。ごちそうさまでした。それはまあ引き続きちょっとください。はい、行きます。続いては株式会社ベルーチ代表取締役チリさん、現在オーストラリアに在住。バイタリティあふれる彼女の人生も聞いていきましょう。ご馳走してくれるのは全室個室を完備している東京焼肉黒木さん。え、チリさん、なんか社長っていうことなんですけど、どんな会社をやられてるんですか？バイマスクールっていうのを運営していて。聞いたことあるバイマ。バイマのなんかオンラインショッピングで海外買い付けでブランドを買い付けてっていう、うんうんうん、バイヤーの仕事のスクールを運営してるんですけど、あとベビーシッターの仕事と、あとまあスキンケア系の仕事、事業があって3つぐらい事業をしている会社です。へえ、すごい。なかなかめちゃめちゃやり手ですよね。そうですか。事業をやろうというきっかけとかあったんですか？私は未婚新ママで、元パートナーが海外の方 で、うん、でそうね、私は日本に帰国をして、まあ、妊娠が発覚をして仕事を辞めていたので、まあ、妊婦なんて働きに出れないしってことで、うんうん、なんか事業しなきゃっていうことでオンラインでできるなんかビジネスを探していて、バイマもバイヤーをしたんですよ。でそこからめちゃくちゃお店がうまく回って、そこからまあお金を貯めて子供が1歳となったと同時にオーストラリアに2人で移住したっていう感じです。そうなんだ、うん、起業して一番大変だったことって何でしたか？一人で24時間子育てなんてわからないのにワンオペしながらビジネスの勉強してやったので、めっちゃ大変で、子供の世話が一番大変で、寝る時間ないって聞きますもん。そうですね、うん、なんかめっちゃそう大変だった。すごい、でもやっぱ乗り切って、もう本当になんか詰め詰めでビジネスやっていって今ようやく成功したっていう感じ。すごい。なんか1、2年お疲れ様でした。ありがとうございました。乾杯。乾杯。乾杯が終わったところで、上カルビだ、美味しそう。ご飯とか食べます？あ、あり。え、ぶっちゃけたこと聞いてもいいですか？うんうんうん。最高月収だか年収だかってお聞きしたりしてもいいんですか？最高月収は1000万。最高月収は。すごっ。夢あるな。え、まさかそんなすぐにこんなに儲けられるって思ってなかったです。あと全然思ってなくって、うんうん、
でもなんかやってみたら本当に楽しくなって、なんかすごい集中してやっていったし、なんかどんどんなんかやりたいと思ったことが全部授業になっていって、すごくまあトントン拍子にはなっていって、うん、成功話をおつまみにしていただいちゃいましょう。うん、めっちゃ美味しい。油が甘い、甘いのにさらっとしてて、うん。日本に帰国した時には3日連続焼肉なんてことも。チリ社長にとって焼肉は重要なエネルギー源なんです。チリさんの今後の展望っていうか夢を教えてほしいんですけど、オーストラリアの会社も大きくして、できればオーストラリアで有名になりたくって、逆に日本に逆輸入されるくらいの人になりたいなってめっちゃ思って。かっこいい手伝いたい私もオーストラリアに行ってその仕事手伝いたい。来てください、来て一緒に乗り越えよピースで行きましょう嬉しい。もう本当今日会えて嬉しかったです。私も嬉しいです。ありがとうございます。今日はごちそうさまです。チリ社長、ごちそうさまでした。最も元気のある世代10代に人気のカルチャーイベント、超10代に潜入取材。若者に支持されているタレント、インフルエンサーがイベントを盛り上げました。当番組企画でリップグロスのアンバサダーになったオルビットも素敵なパフォーマンスを披露してくれました。オルビットのオールビューティー、本日は前編後編に分かれてます。はい、ということで超10代スペシャルステージ終了しました。どうでした？いや、10代に戻ったような感覚でした。本当に、はい、戻りました。本当にステージ中だけ。はい、ということで超10代ということで、うん、今日はなんと特別に10代に大人気のインフルエンサーさんを連れていただきていただきました、うん、お呼びしました、ね、お呼びしました。ありがとうございます。実はね、僕たちのステージも、はい、見てくださって、どうなんですか？ちょっと感想聞きますか？10代目線からの、大人気の10代の、ね、インフルエンサーさんからの K-POP 系の曲調が好きでした。わー、ありがとうございました。本当に期待してたもその倍もいって、友達と一緒に見てたんですけど、はい、なんか2人でキャキャに本当ですか？嬉しい、ありがとうございます。なんかコメントが若いね、いいフレッシュ、フレッシュ、いいじゃん、いいフレッシュ、フレッシュということで、はい、10代のね、流行りをあキタキタしてるなんか教えてもらいたいなと思って。最近 TikTok でその、はいはい、ポケモン図鑑、ポケモン図鑑、あの自分の誕生日を入れて、うん、それとポケモンが出てくるんですよ。それが結構流行ってます。自分はどのポケモンなのか。そうです、絶対格闘タイプや。いや、僕は違います。僕は違います。絶対にゴーリキーやん。ポケモンダンスが流行ってて、でその振り付けがなんか簡単で可愛くて、それめちゃめちゃ今 TikTok で、じゃあ一緒にね、ぜひやりたい。うん、いいですよね。今ね、10代なのでトレンドを聞いたんですけど、はい、実は僕たち今 VIP を今あのね、私の企画の方で開発させていただいてて、もうね、ぜひご意見、どんなリップがいいのか、10代がちょっとね、ヒアリングを、10代がどういうリップをつけたいか、つけたいか聞きましょう。パーソナルカラーが最近はみんなにとらわれてるので、イエメンに合うリップだったり、ブルベに合うリップだったりで分かれてるとすごいつけやすいかな。なるほど。夜空みたいなキラキラがやっぱ女の子が好きなので、キラキラ系なのがやっぱり惹かれるかなと思います。キラキラや。僕たちもね、企画会議したんですよ。そうなんです。全然意見がさ、やっぱ違うね。キラキラ、キラキラなんて一言も出てない。キラキラ、今度速攻でとりあえず保湿っていう。とりあえず保湿でお願いします。パーソナルカラーなんて出てこない。出てこない。すごい、すごい、やっぱ貴重な意見。すごいね、やっぱね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それ参考にして僕たちもね、リップ開発頑張りたいと思います。はい、はい。貴重なご意見ありがとうございます。最後に先ほどのポケモンダンスを含めて TikTok を撮りました。詳しくは番組公式 TikTok をチェックしてください。このコーナーでは2024年大ヒットアーティストオルビットが美容に関する情報をお届けし、日本中を元気にします。
リップ化粧品のアンバサダーになって2万個を売ることをノルマに掲げられたオルビット。売れたらリップをプロデュースして CM を地上波ゴールデンで放送するご褒美を提案ということで、今回は2万本売れたと想定して先に CM を作ることになりました。その撮影現場に潜入します。オールビューティー後編スタートです。キャッチコピー、撮影内容を絵コンテで確認。なんかこのキャラクターがなんか怖い。いや俺もね思いましたよ、ちょっとまばたき忘れてる人ね。早速撮影のスタンバイ。7人で一緒に撮るのは初めてかもしれないですね、 CM は、うん、別れて撮ってたので、うん、韓国組 の、 あの演技がすごい楽しみです、はい、そうですね、あの僕たちが言った意見がほぼほぼ使われてないっていう。あのでもあのビスビラっていうのはあの名前が使われてたので、すごい採用してくれたんだなと思ってすごい嬉しいです。PR 力を磨くためメンバーが CM を即興で発表。メンバーのアイデアは取り入れられなかったが、ビスという名前にしました。ビラって、あ、ビラ、そうです。それぞれのチームが考えたブランド名を合わせてビスビラと決定。ということで撮影開始。まずはソロショットから。スチール撮ると思って、はい、ポンポンスって手は入れた方がいいですか、ね、入れてもあのたまに入れたりとかも、はい、はい、行きます。はい、よースタート。はい、はい、気まずい、ちょっと気まずい、なんかあんまり自分の顔をこんな人数見られたことないからあんまり大丈夫ですか、ね、ありがとうございます。はい、行きます。はい、また、はい、はい、行きます。すごく難しかったんですけど、あの唇をセクシーに見せれるように頑張りましたね、まあ、ユーゴ、あ、セクシーセクシー、あ、セクシー、こうやってやればよかったなと思って。確かにもっと目目近い、どういう感じでやった、やって、え、なんか、あ、そっち、ね、あ、え、違う、俺もうずっと口元だった俺は。あ、マジ、あ、いいよ、ずっとちゃんとね、こっち、わかんないけど、でもでもなんかもう一回、もう一回やりたいね、ちょっとね、もう一回お願いすればもう一回できたかも。中にはこんなメンバーも。あー、最後もう一回やってもらう。あ、本当に今最後で、はい、よーい、スタート。頑張って表情を作ったので、いい結果が出てほしいなと思ってます、はい、7人での初の CM 撮影。いい緊張感の中進んでいきます。怖っ。白目多かったな今。フィリピンのね、頭になっちゃった。フィリピンバブ。働く方ね。お好みがね、すぎるんですよ。個人での撮影が終わり、全員でのグループ撮影に。お願いします。お願いします。ワイワイ喋ってる感じが、こっちに3人いるんで喋ってもらって大丈夫。あ、はい、よーい、スタート。もうちょっと動いた方がいい。そうですね。動いてもいい。これなんか動きしたら、それちょっと止まりすぎかもね。みんなおとなしい。いいよ。徐々にみんなの緊張もほぐれてきたみたいです。なんかしゅうやずっと
バランス見てみんながやってる。でもみんなあんまりストレッチやってなかったから僕はストレッチマン。ストレッチマン。ストレッチマン。でも今何回何回濡れちゃって、こっち今めっちゃ太いです。ちゃんと効果が出てる。はい、そう。プルプルになってんじゃん。めっちゃなんか鏡見たらめっちゃキラキラ。うん。でも綺麗です。遠く、いや遠くから見ても綺麗ですよ。めっちゃ綺麗。魅惑的。うん。だからマジで嬉しいですよね。すごい。宇宙に。めっちゃいい。あ、めっちゃ俺俺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 俺いよいよビスビラの使用シーンへ。どう？うん。綺麗。可愛かったです。ありがとうございます。なんか難しかったんです。途中の笑顔がなんか怖かった、呪われそうでしたね、ヨムさんに。なんかうんしたんですけど、笑顔よりはなんかもっとかっこいいので、うん、自然でした。最後の自然で、うん、めっちゃ良かったです。やっぱり演技はダメだな。今運動ですけど、運動これが偽物の笑顔です。偽物の笑顔。ユンドンさんもプレビューしてみると、ちょっと顎下げたりね。ちょっと緊張してたんですけど、難しいから。ユバコヨバチュンがいるから、むしろちょっと心は落ち着きました。そんな頼れるジュンさんにはメンバーを代表する大役が。ぷっくり可愛いパール&ラメン。ナレーションに挑戦。ぷっくり可愛い。こっつけてやってみて。ぷっくり可愛い。え、作った方がいいと思います。そうだね。はい、行きます。はい、ぷっくり可愛いパール&ラメン。うまいじゃん。おぉ、かつ大丈夫ですか。いやいやいや、いいと思うよ。あいいと思うよ。で、あと結構ふざけて、そういうなんかいい声みたいなのをなんかメンバーとか周りやったりするので、それをちょっとやった感じがあったので大丈夫かなって思ったんですけど、結構喜んでくださってよかったです。撮影もクライマックスに突入。先ほどメンバーが遊んでいた照明、こちらを使ってラストカットの収録。最初は心配だったんです。化粧品なのでなんかできるかなと思ったんですけど、結局なんかいい姿でいい撮影ができたと思うので、あ、よかったと思うし、あとで結果で皆さんが確認したらいいと思います。はい、今日こうやってCM を撮影させていただいたんですけど、はい、ね、2万も売らないとこの作品が世の中に、うん、はい、世の中に流れないということで、はい、ぜひ皆さん、もちろんたくさんリップも買っていただきつつ、はい、友達にお勧めしつつ、はい、いけると思います。はい、頑張ります。頑張りましょう。頑張って売りましょう。頑張ります。はい、それでは以上、オルビットでした。バイバーイ。Show me, show me.
Let's go, go.